も皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はこの小さいウクレレを使いまして、リズム、新しいリズムの解説動画をここにアップロードしたいと思います。ウクレレはね、簡単で楽しくてめっちゃ楽しい楽器。ぜひ皆さんお気軽に始めてください。しかも簡単で、今ご覧になってるガズレレ YouTube 見てたらすぐできるんで、ガズレレのことなんか知りたい方、ここまずクリックして行ってください。ウクレレやってみたい方、ここどうぞ。で、一回じゃあ、ここをシェアしといてから、この本題に入っていきます。本日はですね、ウクレレいろんなリズムの弾き方があるんで、ガズレレではよく手、そうやって言ってるんですけど、すごくいろんなリズムのバリエーションをこう解説している動画があってですね、そのいろんなウクレレでできるリズムいろいろというホームページも、リンクもここに貼っときましょう。いろんな弾き方ちょっと見てみてください。それで、今日はそこで、新しいラインナップをここに追加したいと思います。そのリズムの名はこちらです。ドン!ロカビリービート。まあ、ロックンロールビートでもいいのかもしれないんですけど、とにかくそんなムードです。どんなやつか、ちょっとやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。こんなノリノリです。モンキーダンスとか、そんな感じです。こう、ポニーテールの女の子がこう、ロカビリーを踊っちゃうよ、みたいな、そんなムードが、このリズムの醍醐味でございましてですね。で、これ面白いんですけど、このリズム結構シンプルなんですよ。解説、始めましょう。いきます。書き出してまいりました。はい、ロカビリービートでございます。まあ、ここにロック&ロールって書いてあるけど、そんなイメージね。丸は普通に弾いて、赤は、赤いところを押さえるっていうイメージで、ドドダドドダドドドダドドドダド、要は右手は全部弾くんですよね。ダウンアップダウンダアップダウン、ずっと繰り返してて、この赤いところでこっちのコード表に出てる赤いところを弾くって感じなんですよ。はい、わかりますかね。シンプルでしょ、すごく。で、どこを押さえるかっていうところなんですけど、これ見てください。 C は一応2箇所押さえるところがあるというか、まあ同じなんですよね。この要はC でよく見ててね。黒いところって普通の C でしょ?この赤いところでこのタを弾けってことなんですよね。弾けって命令になっちゃった。弾いてくださいってことなんですよね。で、これね面白いんですけど、こっちはね、3弦の2フレット。こっちは1弦の5フレットなんですけど、これね、同じ音程なんですよ。オクターブ違いなの。なんで、どっちでもお好きな方でどうぞって感じで、じゃあこれ C でやってみましょう。はい。いつものように C って言ったらここね、もうおなじみのここでしょ。で、じゃあ1個のやり方は3弦の2フレットなんで、ここね、ここをタでいきます。そうすると、こうなりますね。この時に結構難しいのが、ダダダダ、最後のね、1回のアップの時に音がちっちゃくなっちゃいがちなんで、この僕の首ちょっと見ててくれる?この時にアクセントが入った方がかっこいいんですよ。はい。こんな感じのイメージです。で、よくある初心者が難しいパターンはこうなっちゃうんですよね。ダダ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 になっちゃうんで、一瞬なんですよ。ダダ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 、ちゃんと最後戻す。こんな感じです。で、もう一個の C の押さえ方、ロカビリービートの押さえ方、ここなんですよ。なんで、こういう時は、ここを人差し指に変えます。いつもは薬指って言って言ってますけど、そうすると、はい。これが基本のリズムになります。ということで。赤いところを、このトトタトトトタトのタで弾いていくということでございます。わかった ?C の時は、ここか、ここ。でも、こっちの方がいいかもね。はい。これで、もうノリノリな感じでしょ?はい。これでね、全部のコード、この赤いポイントがあるんです。それを今日はちょっとみんなメモってねって話なんですよね。どんどんいきます。Am の時も3弦の2フレット。このタブ、このコード表の読み方はわかるでしょ?皆さん。はい。そして F の時は2弦の3フレット。Dm の時も2弦の3フレット。D7 の時も2弦の3フレット。まあ、つまり、みんな一緒だね、ここら辺は。ちょっとここの縦の並びやってみましょう。じゃあ、Am いきます。Am、普通の Am はここでしょ?で、赤丸はここになります。すぐ下ね。そうすると。はい。じゃあ次、F いきましょう。普通の F はここと、
ここでしょ、はい。で、今度2弦の3フレットはここだね、ここ。ここを薬指で。はい。次、D7 はこことここだから、今度小指かなんかで。面白いでしょ？どのコードでもこういうポイント。まあでもここ以外でももっと気持ちがいいところがあればそれでもいいと思います。はい。どんどん行きましょう。で、今度ははい、この3つ揃い。G7、E7、Em7。ここはざっくり見たらわかるんだけど、1弦の3フレットが赤いポイントになります。全部。ちょっとさーっとやりますね。G7 はこの三角形。ここね、G7 サスポーってよくやるやつですね。やってみましょう。はい、次 E7 も同じここね、はい、Em7 もここね、はい、簡単でしょ。でこれ覚えていくだけですよ、はい。で、いつものこのガゼレル必須コードのメンバーのこの C7 と A7 も、お互いここ3弦の2フレットですね。これ多いよね。これ C も Am もここですからね、はい。 C7 はここ押さえといて、はい、で A7 は、ここを押さえて、ここね、ここがいいなと思うんですけど、その曲調によっては例えば1弦の2フレットでもいいかもしれない、はい。これはね、スケールといってその曲に合う合わない音っていうのが出てくるんで、ロカビリビートでやりたい方はちょっといろいろ探ってみる。基本的には今みたいな感じのところでいいと思います。あと、よく出てくる難しいコードもちょっと一応シェアしとこうかなと思って、 A シャープの時は二弦の三フレット。やってみましょうか。A シャープはこうだから、これ難しいやつね。これ全部四本指使うから。はい。で、次がこれまた、ね、あれ、F マイナーですよ。よく出てくるやつ。これもまたこれ、三弦の二フレットですよ。ちょっとこれもやってみましょうか。これは親指でもいいか。親指でやる人は、はい。これでやる人は、はい。とにかくここね、ここも。はい。で、最後は、Gm7 はまあ A シャープとほぼ一緒だから、Gm7 もちょこちょこ出てくるんですけど、まあこれはほぼここ一緒ですね。同じように2弦の3フレット。はい。はい、こんな感じです。こんな風にして、つまり何が言いたいかというと、どのコードでもこの赤いポイントっていうのがあってですね、もしやりたければですよ、どんな曲でもロカビリーっぽくできるってことが私が言いたいことでございます。ちなみに今まで多分ね、もっと本当はいっぱいあるけれども、ガズレレでやってるロカビリービートが出てくるであろう曲っていうのを4曲だけ今探してみました。ずっと好きだったんだぜ斉藤和義さん、サーフィン USA ってね、あるじゃないですか、はい。サーフィン USA The Beach Boys ですね。あとはね、こう夏のお嬢さん。夏のお嬢さん。はい。あと、東京ブギウギっていう曲。このあたりはロカビリビート、もうすでにガズレレ YouTube でも結構登場してるんですよ。例えばサーフィン USA なんてこんな感じ。でんね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 ん。いいでしょ。こうロックンロールとかロカビリーというか、この本当リーゼントにポニーテールみたいな、そんなイメージが出るかなと思うんですよね。で、ちょっとこれからまあちょっと実験タイムでいろんな曲でやってみようと思うんですけど、この簡単ウクレレソングブックに入っている曲で、例えばね、あ、これルージュの伝言とかもう本当いいんですよ。ルージュの伝言って最初 C と Am ですけど、それロカビリービートでやるだけでだいぶいいですよ。あの人のままに会うために、ちょっと早いかな。あの人のままに会うために、今一人列車に乗ったの、かっこいいでしょ。黄昏気分なんか、だから全然関係ない曲もやってみようかな。なんか今適当に、見るとですね、どれにしようかな。あ、これいいじゃないですか。真夏の果実をロカビリービートでやってみるとか、そういう新しい試みができるんですよ。ちょっとできるかな、やってみよう。涙が溢れる悲しい季節は誰かに抱かれた。白生地中
こんな感じ。いや、こういう風に演奏したいかどうか、まあ、置いておいて、ロカビリービートでもバラードをやると、また違う顔が出るなというか、こういうことをですね、きっとクリエーションというか想像だと思いますんで。なので、バラードだから、アルペジオとかじゃないとダメってことはないんですよね。今のテンションで弾いてみるというか、こんな風に弾いたら、この曲ってどういう風に表情変わるのかっていうのも一個の音楽の楽しみなんでね。いろんな曲を、まあ、弾いてみるのもいいと思うんです。これもいいかもね。ロビンソン、スピッツ。ここにありますね、ロビンソン。これもほら、コードはシンプルだから。はい。で、今みたいな赤ポイントでやる。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。新しい季節はなぜか切ない日でオフロー花の道を自転車でこんな感じになるということでございます。これもこんな感じでしょ。なんでこの弾き方一つでノリ一つでいろんな曲の表情が変わるっていうところもまあ面白いところだと思いますし、さっきも言ったようにその斉藤和義さんの曲やそのサーフィン USA とか夏のお嬢さんビキニがとってもいや、これなんかもうバッチリ合うんですよ。なので、その王道な曲をやるのもいいし、こういうリズムをいろいろ知ってるとね、いろんな曲をいろんな弾き方でやってみるって楽しみもあると思います。想像、クリエーションですね。こういうことを自分でアレンジして考えて、ここのパートはそれでやってみようかなっていう弾き方のこう引き出しを増やす。これまた面白いことだと思います。で、皆さんもちょっといろいろやってみてください。ロカビリビートちょっと面白いんでね。ただね、安定させるのが難しいと思う。こう、速くなっちゃったりね、こう、なんかこの、これがタイミングがあるからね、このね。はい。その辺の意識して、楽しく音楽をやってみましょう。さあ、今日のガゼレレチャンネルはですね、まあそんなことで、リズムの、新しいお仲間が加わったということでやってみました。はい。音楽聴くの最高ですけどね、やる方がもっと楽しい。皆さんどんどん音楽していきましょう。はい、そんなわけでガズさんですけど、この小さいウクレレ1本持って日本全国でイベントをやっております。このイベントの最新情報、あとこの使ってるウクレレのベトナムで作ってるハンドメイドの単板ウクレレの情報、あと今もね、登場したこういう本の情報、これもね、すごいですよ。この最新情報、この後ちょっと動画で宣伝、告知動画がつけておきますんで、お時間ある方もない方もご覧になってください。本日は見ていただいてありがとうございました。ではご案内動画、どうぞ。はい、そういうわけでまずはガズレレ .com ホームページをご覧になってください。このガズレレホームページを見たら大体のことはわかると思います。はい、ホームページのリンクここにカチャッと貼っときますんで、ホームページ確認してください。さあ、イベント情報ですけど、はい、こちらです。ずら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 と並んでおります。9月の22日は宮城県名取イオンモールです。はい、島原楽器さんのイベント。その次はその翌週です、山形の天童イオンモール行きます。はいはいはい、このような感じで9月は東北攻めますよ。で、ガズレレのイベントは何やるかって言ったら私のライブではないんですよ。すごくいい話と音楽がさらに楽しくなるこのことをシェアするとか、質問にもいろいろ答えます。なんで、超初心者から超ベテランまで一緒の場所にいて、本当に楽しめます。一回来ると分かりますけど、その後の音楽人生が間違いなく楽しくなるやつなんで、お一人様も大歓迎。もちろんお仲間同士も大歓迎。とにかくね、ちょっと変わった音楽イベントでございまして。楽しみましょう。待ってます。はい、その後は九州行ったりなんかしますからね。ちょっと10月11月はで、11月11日は東京で錦糸町でガズレレの日、11月11日1が4本でガズレレの日に勝手に制定してますね。集まってみます。最新情報としては12月7日にはい、ララポート湘南平塚でやります。こちらの島村楽さんのイベント、これは情報公開になったばっかりです。ずらっとすごくこうイベントが並んで、もう本当に会いに行きます。全国このちっちゃいウクレレでつなぐ音楽の輪、こんな感じでいきたいと思います。あとガズさん、このウクレレをですね、今クラウドファンディング大成功を収めて、これを皆様のご支援者の様に届けたんですけど、このウクレレをですね、通常販売に向けて今製造とかそのサイトとか構築しているところで、もうちょっと待ってください。これ通常販売皆さんにも手にお届けできる、これウクレレはすごくいいですからね。あとは最新情報としては本ですね。この本なんかもう今今年の夏はこれがもう皆さんのお手にお手元に届いて届いて届いて、もうベストセラーをいただきまくっております。感謝でございます。100曲入り、超簡単に弾けるみんなが弾きたい曲まとめてます。本屋さん楽器屋さんに必ず置いてあると思う。ない方は注文してください。他にもガズさんいろいろね、本出してるんで、はい、見てください。いい本も出してるんですよ。主婦の友社からね、この本とかも見ていただければと思うんですけど、そんな感じです。あとね、ブログを書いてるんですよ。これガズさんのブログ、さっきのホームページに書いてあります。そこで言ってることをね、話してるガズトークという YouTube チャンネルを持ってるんでね、ちょっと探してみてください。いろいろやってるでしょ。私こうやって作り上げるね、こう生み出すことがすごい好きなんで、
皆さんもどんどん乗っかってきてください。ありがとうございます。じゃあまたガズレレ遊びに来てください。本日はどうもありがとうございました。さよなら。